ご主人、ごちそうさまー。ひひ、人の体になってご主人と同じものを食べられるようになったの、嬉しいなー。今までは大量のご飯を買ってきてくれてたけど、やっぱり同じテーブルで食べてると嬉しいし、前より美味しく感じるもん。えその割には食べる量少ないうーんとね、口に合わないわけじゃないんだけど、 あんまりご飯はいいかなって。それより、ご主人といっぱい遊びたいな。ん今日はもう疲れてるのそっか。ううん。ちょっと寂しいけど、ご主人は毎日頑張ってるんだから仕方ないよね。それじゃあね、一緒の布団で寝て、ご主人が姉ちゃんまでおしゃべりしてていいかな。 恥ずかしいこの姿になる前はご主人、あたいのことを抱きしめてくれてたじゃん。今は姿は違うけど、あたいはあたい、だよ。ね。<laughs> ご主人、お耳の近くでコショコショって言われるのは好きだよね。あたいはちゃんと知ってるんだよ。ご主人がお耳敏感で、 耳かきしなくても息吹きかけられるだけで可愛い顔しちゃうってねねえねえいいでしょ一緒に寝るの <laughs> ありがとうご主人大い 一緒のお布団で寝ると、すっごいぬくぬくねえ、ご主人はお昼の間、どんなことしてるの多分、すっごく大変なことしてるんだよねあたいが一緒に行けたら、お手伝いできるんだけどなそんなことしなくていいでも、あたいもご主人の力になりたいんだもん こういう時って、応援したらいいのかなそれとも、褒めるのかなそうだよね。ご主人は今日一日頑張ってきたんだから、そのことを褒めちゃおう。ご主人、あたいはご主人が毎日すっごーく頑張ってること、知ってるよあたいには絶対できないようなことだもん。本当にすごいよ。 <laughs> そんなに恥ずかしがらないでよ。思ったことをそのまま言ってるだけなんだから。でもね、正直あたいにとっては、ご主人がいないお昼の間、ちょっと寂しいの。前までもそうだったんだけど、この体になってから、もっと一人でいるのがなんか退屈になっちゃって。前より人のことがよく分かったから、 もっとご主人のことが分かって、ご主人が待ち遠しくなっちゃったのかも。えお休みの日はいっぱい遊んでくれる <laughs> ありがとうご主人大好き <laughs> 急に抱きついちゃってごめんなさい。それじゃあね、何するご主人となら何に当てても楽しいよ。 こうやってお話しするのでも十分だし、一緒にテレビ見るのもいいし、耳かきもまたしてあげたいな。もちろん、お外に一緒に遊びに行くのもいいよね。今ならドッグランドっけ他のワンコもいる場所じゃなくて、普通の公園でもリードなしで遊べるよね。けど、ワンコ友達もいっぱい作ってみたいな。今の値を見たら他の子、 びっくりしちゃうかもだけどね。それからそれから遊びじゃないけどご主人に料理作ってあげたいの今も昔もご主人にご飯を用意してもらってるから、あたいがご主人の好きなご飯作ってあげたいの。え危ない大丈夫だよ。あたい結構器用なつもりなんだよ。<laughs> まだまだご主人とやりたいこといっぱいだね。ねえ、ご主人。もしもご主人が明日、目が覚めたら、あたいが元の姿に戻っちゃってたら、どう思うかな。寂しいかなそれとも平気ちょっとの間でもこうやってあたいと喋れたからいいのうん。 そうだよ。前からずーっとご主人のことは大切に思ってたんだから。それを伝えられなかったのはちょっと寂しかったかな。でも、自分の言葉で直接ご主人に気持ちを伝えられたから、あたいも戻っちゃってもいいかな。なんてね、別にそろそろ戻りそうとかそういうんじゃないんだよ。でも、もしも、 であるでしょけどそっか安心できちゃったあもうこんな時間ご主人そろそろ寝ないとだよねえっ目が冴えて寝付けないうんでも明日の朝つらいよね何かないかなあ あ、そうだ。前にあたい、眠れない時は羊を数えるといいって聞いたよ。羊がぴょーんって柵を飛び越えるのをイメージするの。だからね、あたいがワンコを数えるから、ご主人はあたいがぴょんぴょんしてる姿をイメージしてみてよ。<laughs> いいアイデアでしょそれじゃあ始めるよ。ワンコが。 ワンコが2ひ 眠くなってきたんイメージしてる値が可愛すぎて眠くならないもう今の値と前の値どっちで想像してるのかな寝つけないならほら値のしっぽマフマフしちゃっていいよ <laughs> ご主人本当にマフマフ好きだねじゃあ続けるよ わんこが11匹わんこが12匹わんこが13匹わんこが14匹わんこが15匹わんこが11匹。 わんこが18匹わんこが19匹わんこが20匹なんか数えてるあたの方が眠くなってきちゃったご主人の目。 Sorry. <laughs> 1 11匹、マンゴが32匹きマンが33匹きマンが34匹きマンが35匹 7匹わんこが38八匹、わんこが39九匹、わんこが40匹 Okay. <laughs>